さて、地下室の少女、プレイしていきます。その少女はとても可憐で、頭の良い子でした。しかし少女は、かわいそうな子でした。少女はみんなに嫌われ、虐げられていました。そして、かわいそうな少女は、地下に閉じ込められてしまいました。なんだか、夢を見ていた気がする。切なくて、苦しくて、懐かしい夢。ぼんやりしながら、夢のことを思い出そうとしていると、見覚えのない部屋にいることに気がついた。知らない天井だ。暗くて冷たいだけの何もない部屋。ここはどこだろう。目を覚ます前のことを思い出そうとする。私は確かおじいちゃんの家で本を読んでいたはず。それがどうしてこんなところに。物音がした。扉の方からだ。床に座ったままの状態で、扉の方をじっと見る。すると、扉が開き、人影が現れた。影！そこには、少女がいた。髪の長い少女。服装は可愛らしいが、どこかボロボロになっているように見える。少女と目が合い、彼女は口を開いた。起きたのね。え？予想外の言葉だった。まるで私がここにいることを知っていたような。ああ、ここはどこ？あなたは？私は誰？質問が来たか。ここはどこ？あなたは？どっちも聞きたいけど、どっちも聞けるかな？とりあえず、この地下室というか監禁部屋っぽいのは何なんだろう？もしかして、知らないで連れてこられたの？連れてこられたのかもわからない。困った顔をする私に、彼女は小さく息を吐いた。あなたはどうして、ここに来たの？わからない。目を覚ましたらここにいて。そう。少女は何か言いたげだったが、それだけ言って近づいてきた。もう夜になるから、これを。そう言って差し出されたのは、トレイに乗ったパンとスープ。食事よ。しばらく何も食べていないかと思って。ありがとう。食べ物を前にすると、途端に空腹を感じるようになった。さっきも言ったけど、もうじき夜になるわ。少女はどこか、廊下の方を気にする素振りを見せる。来たばかりのあなたに、警告よ。夜の間は、絶対にここから出ないで。それと、水を与えたり、食事を与えたりしてはいけないんだよ。え？まあ、増えたり凶暴化すんもんな。これだけは守って、いいわね。そう言って、少女は部屋を出て行った。夜の間は絶対にここから出ないで。あの少女のことは、信用しても大丈夫なのだろうか。ひんやりとした部屋を見ます。私は部屋を調べてみることにした。ああ、部屋全体か扉か。出ちまうか？少しだけ開けてみた。すると簡単に開いた。鍵はかかっていないようだ。ああ、出てもいいけど、命の保証はしないよみたいな。あの少女は普通に出て行ったんだよな。ああ、今回はどっちも調べられんの？かかっておらん。部屋全体。薄暗くて気味が悪い。少し肌寒く、小さな机と椅子がある。明かりは多少入ってきてるってことよな。見えるってことは。それだけだ。見れば見るほど何もない部屋のようだ。夜の間と言っていたが、窓がないため夜なのか朝なのかわからない。あ、ここ夜の間って言うんですか。あ、夜の間かそれとも。これからどうしようか、何が何だかわからない。ここは一体どこなのだろう。私はどうしてここにいるのだろう。考えたところで何もわからない。このまま時間が過ぎていくだけだ。どうしよう。ああ、部屋から出てみようか。出るなと言われているが、あの少女の言葉を信じてもいいのだろうか。ここで待っている方が危ない。
ということはないだろうか。私は部屋から出てみることにした。廊下は暗く、先が見えない。壁に手を当てながら少しずつ進んでいくと、あたりはとても静かだ。ふと足音が聞こえた。その場に立ち止まり、様子を伺う。やっぱり足音が聞こえる。視界も悪いし、物音を立てたら気づかれてしまうかもしれない。そう思い、ゆっくりと足を進めていると。目の前に黒い人影が見えた。その影は無言で私に近づき。外に出ない方がいいっていう言葉は信用できるのかな？信用できるっていうか信用せざるを得ないんだけど。さてさて、最初の選択肢に戻ってきました。どこで分岐があるのかわかんないので、まあ一応選択していない方も選んでみますか。あなたは、君の名は。答えると思う？悪いけど、親睦を深めに来たわけじゃないわ。彼女は機嫌そうな顔をする。あ、いい一度目ですね。そもそも、どうしてここに来たの？わからない。目を覚ましたらここにいて。そう。ここら辺は変わらないかな。分岐には関係なしか。いや、好感度は上がんねえか。まあ、無理だな。しかし、プロローグとかにあった閉じ込められた少女っていうのは、目の前の子か。それとも私の可能性もあるな。私みたいな令和生まれの少女を閉じ込めるとは、罪深いね。で、またパンとスープ。これも食っていいんだろうか。夜の間、夜の間、どっちとも取れるね。さて、これは、さっき扉から調べたけど、この選択肢順番は特に関係ないよな。ああ、関係ないわ。じゃあこれでまた、出るか出ないかの選択肢が出てくるわけで。さっき、速攻で選んだけど、下ご飯を食べると、寝るか。まあ、そうね。飯を食うっていうのも信用できないっちゃできないんだよな。毒が入ってる可能性もあるけど、でもだとしたら回りくどすぎるんだよな。まあ、こういうのは食える時に食っておくべきだか、ダメそうなこのまま寝るを選んでみますか。どうせ夜の間は出るな、と言われているし、私はひとまず眠ることにした。朝になれば何かわかると信じて、私は横になって目を閉じた。目を覚ますと、そこは相変わらず、見知らぬ部屋だった。硬い床で眠ったため、体中が痛い。軽く体をほぐしていると、再び少女が現れた。おはよう。よく眠れた？あんまり。そうでしょうね。少女は無表情のまま言う。一応この辺りを案内しておくわ。案内？ええ、行きましょう。そう言ってすぐに部屋を出ていく少女を慌てて追いかける。食べられていないご飯を見て少女は何を思うか。ここが地下だってことは分かってる。結構自由にしてもらえるんですね。やっぱ朝になったら出られるってことは夜の間ではなく夜の間なのか。そう、ここは屋敷の裏にある森林の地下よ。ここだけで生活できるようになっているの。キノコとか生えんのやっぱり。屋敷？森林？地下？わからないことだらけだが、質問しようとしても少女はサクサクっと進んでいってしまう。他にも何箇所かあるけど、ここがお手洗いよ。きったね。ここしか使えないの。早く慣れることね。ここは書庫。暇でしょうから、ここの本は好きに読んでいいわ。本がたくさん。そうね。なぜだか充実しているわ。この暗さで読めるの。明るくできるから好きに使って。そうなんだ。ぼんやりと書庫を見つめる私に、少女は不思議そうに首をかしげる。次、行くわよ。あれ、雰囲気が変わったような、そうだね、地下っぽくなくなった屋敷だな。ええ、屋敷の者が来ることもあるから、
普通の部屋もあるの。ほとんど鍵がかかっているけれど。少女は一部屋を軽く開けてみせる。中は客室のようだ。特に禁止されていないから、空いてる部屋は使っ、じゃあこっちで寝るよ。あ、でも夜だけ。眠る時だけ、もともとの、ああ、そういうことなんですか？禁止されていないだけで、見つかったらどうなるか、わからないから。見つかったらって？いつか、わかるわ。わかりたくないなぁ。わかるときは死を意味するのではないだろうか。ここで食事をとってもいいわ。すぐそこがキッチンで。せめてなんかソファーか絨毯を持って行ってあの地下室充実させたよね。最低限の食材は用意されているから、好きに使って。今後、二人分の食材が用意されているか、わからないけれど。食べられない可能性もあるようだ。ただでさえ、わけのわからない状況で混乱しているのに。さらにテンションが下がってしまう。大混乱大混乱。あとはそうね。こっちに来て。そう言って案内されたのは、地下へと続く階段だった。ここは、地下？ええ。もともとここは地下だけど、さらに地下よ。鍵がかかっているから入れないと思うけど、ここには近づかないようにして。どうして？化け物がいるの。化け物？ええ。詳しくは私もわからないけれど、危険なんだと思うわ。だから気をつけて、と、少女は無表情のまま私を振り返る。こんなところかしら。あなたがどうしてここに連れてこられたのか。知らないけど、生き残りたいなら、早くこの生活に慣れることね。そう言って、足早に去ろうとする少女を。ちょ、待てよ。と、思わず引き止める。何？ああ、一緒に食事をしよう。あなたの部屋はどこ？部屋聞いたら、警戒されそうだよな。ご飯誘われたら、警戒されそうだよな。いや、ここは無言で、いや、なんでもないっす。って、ここはいつもの通りコミュ障を発動させるしかないと思うんだ、私。まあ、うん、食事かな。どうして？どうして？理由を聞かれて、思わず目を泳がせる。いろいろ、ここのことを聞きたいと思って。いい勤めっすね。どうにか答えを絞り出すと、彼女は機嫌そうな顔をした。これ以上、話すことなんてないわ。そう言って彼女は階段を登っていった。少女の後を追うように階段を登り、去っていく少女の後ろ姿が目に入る。探索でもしようか。お手洗いは特に探索するところはないだろう。まずは書庫を見てみることにした。図書館かと思うくらい本がたくさん本棚に並べられている。背表紙を眺めながらゆっくりと歩いてみる。見覚えのある本はなさそうだ。私はなんだか懐かしさを感じていた。ここに来たことがある気がする。どこか似た場所と間違えているのだろうか。思い出せないモヤモヤをぼんやり抱えながら私は書庫を後にした。次は食事をするところやキッチンを見てみることにした。案内された時も思ったが、ここだけ空気感が違う気がする。他の部屋は薄暗く冷たいため、できることならずっとここにいたい。綺麗で明るいご飯を食べるところ。それ以外に情報はない。キッチンは案外汚くはなさそうだ。電気もつくらしい。食材は少しだけだが用意されている。誰がいつ用意しているのだろうか。ちらりと包丁に目をやる。人間を閉じ込めているのに、こんなものを置いておいて大丈夫なのだろうか。護身用に持っていくのはさすがにダメか。そもそも小さいサイズのため、大して護身用にならないだぞ、ならないそうだ、ならなそうだ。どれくらい時間が経ったのだろう。少女の言葉を思い出しながら考える。夜には部屋にいなくてはならないため、今日の探索はここまでにして早めに戻った方がいい。私はちらりと下へ続く階段を見る。
どうしようか。地下へ行く、行かない。地下って、行くなって言われてる方の地下。それとも、自分が最初閉じ込められていた方の地下。なんとも言えんね。え、あっちも地下だよな。ちょっとわかんなくなってきた。どっちか行ってみようか。見せてもらおうか。化け物の性能とやろ。私は階段を降りた。なんだか嫌な雰囲気だ。鉄格子の前に佇む。少女は鍵がかかっていると言っていたため、入ることはできないのだろう。鍵がかかっていない。私は震える手で、そっと扉に手をかける。どうする?いや、もう行きましょうや。鉄格子の中に入っていく。先ほどよりも冷たい空気を肌に感じる。なんだか異様な雰囲気だ。左右に檻が見えるが、中に何かあるように見えない。そのまま奥まで進んでいくと、突き当たりに到着した。そこも檻のようになっている。暗くて中がよく見えない。しかし何かの気配を感じる。恐る恐る檻に手をかけると、開いた。ここには一体何があるのだろうか。足を前に進めると、そこには恐ろしい何かがいた。慌ててその場から逃げる。ここにいてはいけない。早く早く鉄格子の外に。鉄格子に手をかけると、閉まってる。鍵がかかっていた。なんで。他に逃げ場ない。どうしようどうしよう。とにかくその場から離れようと後ろを振り向いた瞬間、それと目があった。目とかあるんすね、このスチルール。そしてなすすべもなく、私は さて、ある程度選択肢戻ってきました。ちなみに最初の方の、食事をする、ご飯を食べるっていう選択肢は、パンが硬くて美味しかったっていう話。君の部屋はどこっていう質問は、教えるわけないだろうタコって言われるだけでしたね。まあ、そんなに変わらない感じ。で、今度は、地下へ行かないかな。檻の前に行っても入らないって選択肢だったから、ここで何か分岐はしそうな気がする。ていうか、これはあれか?元の部屋に戻らないっていう選択肢なのかな。地下には化け物がいるらしい。不用意な行動は避けるべきだろう。私は自分の部屋へ戻る。ああ、でも結局、そっちの地下とはやっぱ違うのか。檻の前に行って、中に入らないっていう選択肢は変わんなかったのかな。どうなんだろう。目を開けると、そこは相変わらず暗くて冷たい部屋。そろそろ日を浴びたい気分だ。とりあえず、ご飯を食べよう。私は昨日案内された食堂へ向かった。あ、まだ時間大丈夫なのか。てかまあ夕飯時だったらそれは鉢合わせるよね。するとそこにはすでに少女が座っていた。彼女の目の前には見覚えのあるパンとスープ。一緒に食べてもいい?声をかけると少女は少し嫌そうに顔をしかめる。あ、いい仕留めっすね。もう終わるけど。拒否はされていない。そう思い、急いでキッチンの方へ向かって食事の用意をした。私も結構ずぶといっていうか、まあ、いやでも寂しいのかね。うん、心細いわな、さすがにこんなとこ監禁されたら。少女の隣なんだ。正面とかではなく、彼女はもう食事を終えようとしているところだった。何か質問してみようか。ああ、どうしたら食べられる?好きな食べ物、くどきに行ってる?下は教えてくれなそうだよね。上は、わかんないって言われそうだよな。じゃあちょっと、どうしよっか。あんまグイグイ来られても好感度むしろ下がりそうだな。まあ、脱出方法聞いとこうか。彼女は嫌そうな視線を向けられる。私がそれに答えると思って聞いてるの。気になったから聞いただけ。そう。あなたは私がここにいたくていると思っているのね。悪いけど、あなたと仲良くする気は全くないの。ここから出たいのなら、一人で頑張って。
私に関することも、ここに関することも、今後一切聞かないで。はい。少女はため息をついて、その場を去った。硬いパンを口に運びながら、今日はどうしようかと考える。昨日調べていない場所も調べてみようか。どうして自分がここにいるのか、ここから出ることはできるのか。何か少しでもいいから手がかりが欲しい。私は食事を終えて、まだ行ったことのない部屋を調べてみることにした。つっても、だいたい客間なのではもう行ってない場所って。この辺りは部屋の鍵が開いていたら、自由に入っていいと言われている場所だ。いくつかドアノブを回してみると、ほとんど鍵がかかっているようだ。開いた。暖炉立派だなぁ。あのベッド持ってかない？無理か。扉はゆっくりと開き、中へ足を踏み入れる。部屋の雰囲気を見ると、どうやら誰かの寝室のようだ。机の上には本と鍵が置いてある。鍵？何の鍵だろう？少し迷い、私はその鍵をポケットに入れることにした。次に本を手に取る。この本。書かれているタイトルは、地下室の少女。見覚えのある本だった。小さい頃に読んだことのある児童向けの本。おじいちゃんの書いた本。パラパラと中を軽く見てみる。その少女はとても可憐で頭の良い子でした。しかし少女はかわいそうな子でした。少女には双子の妹がいました。頭の良い少女と違い、妹は明るくて優しい子でした。妹ばかりがみんなに愛されていました。双子の姉である少女に誰も見向きもしません。少女はみんなに嫌われ、虐げられていました。そして、かわいそうな少女は地下に閉じ込められてしまいました。これ、夢で見た気がする。まさかあの子。慌てて本を元に戻す。すると、後ろから扉の開く音がした。ここにいたのね。そろそろ夜になれば、早く部屋に戻って。あ、優しい。あ、うん、ありがとう。わざわざ教えてくれたみたいだ。少女は立ち去り、私はちらりと本を見る。地下室の少女。私は暗くて冷たい部屋に戻ることにした。ポケットから鍵を取り出す。どうしてあの書斎に鍵が置かれていたのだろう。そしてこれはどこの鍵なのだろう。少女は今まで気づいていなかったのだろうか。まあいいか。どうせ夜の間は動けない。私はまた横になって目を閉じて深い眠りについた。翌日、起きてすぐにまた食堂へ向かう。すると今度は少女がまだ食事の準備をしているところだった。昨日よりも長く話ができそうだ。少女と共に食事の用意をする。食事中、ちらりと彼女の姿を見る。地下室の少女を思い出し、私は口を開いた。聞いてもいい？何？あなたはどうして地下に？一瞬だけ目が合い、彼女は目を伏せた。お願い、教えて。しばらく見つめ合うと、少女は困ったように息を吐いた。閉じ込められたの。私には双子の妹がいるのだけれど、子供は二人もいらないそうよ。そう言われたの。ええ、それで愛嬌があって優しい妹が選ばれたの。私はもともと屋敷の者たちに嫌われていたから。嫌われていた？表情に乏しいところは不気味だと言われ、はっきりした物言いしかできないところは偉そうだと言われたわ。そんな。
言葉に詰まる私を見て、少女はわずかに目を細める。あなたは、なんだか妹に似ている気がする。え？どこか放っておけないところが似ているわ。妹とは仲が良かったの。さあ、どうかしらね。そう言って彼女はパンを口に運んだ。少女と別れ、私は今日も地下を調べていくことにした。おじいちゃんの書いた地下室の少女を思い出す。なんとなく覚えている。少女は地下から脱出していたはず。私はさらに奥の方へ行ってみることにした。脱出できるか、未来の話とか、いや、それを書いてるおじいちゃんは何者だったらしたが、廊下の一番奥の部屋。細かい場所までは覚えていないが、結局奥が一番怪しく感じる。ドアノブに触れ、ゆっくりと回す。あれ、開かない。無駄足だったのだろうか。ああ、そうだ。私はポケットから鍵を取り出した。奥の扉にそっと鍵を差し込んでみる。すると、扉が開いた。鼓動の高鳴りを感じて、そっと扉を開く。中は暗く、埃だらけだった。雲の巣もあり、嫌な匂いがする。何もない。がっかりしながら、最後にぐるりと部屋を見回す。すると、あ、天井に扉のようなものがあるのを見つけた。ここだ。確信めいたものを感じる。天井の扉を見つけた瞬間、私は思い出していた。本の中の少女は、部屋の上から続く階段から脱出していたのだと。私は、少女に知らせるか。でもあの子はここを出たいかな。わかんないけど、こういうのは基本一人で脱出するのはダメだと思うから、まあ一発目は一人でかな。一人で脱出することにした。わざわざ少女に知らせるとなると危険が伴う。それに、今すぐ脱出しないと、この機会を逃すことになるかもしれない。大丈夫。彼女は物語上脱出している。私がわざわざ知らせるまでもないだろう。そう思い、私は天井の扉に手をかけた。私はここが絵本の中の世界だって確信してるんだよな。だとすればじいちゃんは何者だよマジで。何をしているの。振り返るとそこには少女の姿があった。表情が見えにくい。彼女は今何を思っているのだろう。もう夜よ。早く部屋に戻りなさい。悪い子ね。私はてっきり階段を登った先にブルーベリー色をした何かがいるとかそういうオチかと思ったんだけど、まさか階段を登ることすらさせてもらえないとはね。何が目的なんだろう。少女がやっぱよくわかんないわ。一応こっちの選択肢も気になったんで来ましたけど、ま、部屋に戻るは普通に部屋に戻るだけなのかね。おとなしく自分の部屋に戻ることにした。ああ、普通に戻ってきたわ。じゃあこの後まあ、飯を食うぐらいか。ああ、じゃあ食堂へ参ります。ああ、カットするかもしれないけど、この選択肢も見るかい？は？彼女は呆れたように息を吐いた。何よ、それ。そんなこと聞かれるなんて思わなかったわ。ダメだった？別に、あなたってのんきよね。少女は呆れた視線を私に向け、食器を持って立ち上がる。そして、私から目をそらして、口を開いた。フランよ。どこかの通貨、スイスとかだっけ？え、フラン？そういうお菓子か。それはなんだろう。名前がおしゃれだし、ルマンドーとかの友達かな。それだけ言って、少女は去ってしまった。
答えてくれ。今の車輪ってなんだ、好感度上がった音、確かにちょっと上がってそうだったね。なんだか嬉しくなり、私は頬を緩ませた。硬いパンを口に運びながら、今日はどうしようかと考える。ああ、まあこれはまた絵本を見に行くのかな。ではではでは、まあまたカットかな。さて、さらに翌日、食堂に行って会話をするイベントを、私はねスキップをめっちゃ使ったんですけど、なんかねイベント長くなってたんですよ。だから好きなものを聞いて好感度多分上がったんだと思うんだよね。どこで話が変わるだろうか。最初の方は一緒だよな。閉じ込められたの。はいはい。ここら辺は変わらなそうだな。妹に似ていて、川。この質問なかったな。何か夢はある？夢？そう、何かやりたいこととか。何を言ってるの？そもそも、ここからは出られないのよ。今まで出られなかっただけで、これからは出られるかもしれないよ。夢を持つことは、悪いことじゃないと思わない。少女は呆然としながら、そんな、と、つぶやく。そんな彼女をまっすぐに見つめていたら、ふふん。少女は笑った。確かにそうかも。あなたって本当に、のんきで、おかしな人だわ。ああ、いい笑顔。ここから出られたら、そうね。屋敷から出たことがないから。まずは町へ行ってみたいわ。それに、海も見てみたい。いいね。一緒にフランも食べに行こうよ。ええ、もちろんよ。楽しそうだわ、本当に。彼女は目を伏せる。そして、悲しそうな笑みを浮かべた。叶うと、いいわね。人ごとのように言う少女に、私は力強くうなずいた。少女と別れ、私は今日も地下を調べていくことにした。あの笑顔を守らねえとな。おじいちゃんの書いた地下室の少女を思い出す。なんとなく覚えている。ここら辺はまた変わらず、奥の部屋に行くんだよね。じゃあまた階段を発見する感じですよね。さて、ここでまた選択肢。なんか、好感度上がった状態、上がってる状態と上がってない状態で少女に知らせる知らせないで、エンドはちょっと変わりそうだよな。まあ、今度は好感度上がった状態でじゃあ一人脱出してみる？どうだろう？変わるかな？あそこまでさ、なんか夢語った後一人で逃げるっていうのもすごい白状だよね。まあ、気持ちはわからんでもないけど。何をしてるの？ああ、これは脱出失敗エンドですかね。さて、じゃあさらにやり直して、今度は好感度低い状態でここに来ました。これで少女に知らせましょう。少女に知らせることにした。夜は危険らしいため、明日起きてからすぐに知らせよう。そして、一緒に脱出しよう。そう決意して、私はとりあえず部屋に戻ることにした。そして、翌朝になると、私はまず少女を探した。いた。え、何？こっから出よう。何を言っているの？地下から外に出られそうな扉を見つけた。一緒にこっから出よう。少女は呆然としている。本当に？本当に、ほら、早く行こう。私は天井の扉がある部屋に少女を連れて行った。本当に、出られるのね。少女はどこか不安そうに、だけど、期待した声色で言った。出られるんだよ。微笑んで見せると、彼女も同じように、口角を上げた。ありがとう。二人で顔を見合わせ、
天井の扉に手をかけた。あれ、出るのに乗り気だった？眩しさに目を染める。外だ。私はすぐさま外に出て、少女に手を差し出す。小さくて温かい手が、ぎゅっと私の手を握った。その瞬間、物音がして、二人で音の下の方向を見る。扉の前には、黒い人影が立っていた。少女は驚いたように目を見開き、息を呑んだ。そして、私の手を離した。行って、早く。でも、私なら大丈夫。だから行って。そう言って少女は微笑んだ。黒い人影は少女に近づいていく。ほら、早く。その声に押され、私は思わず手を引っ込めた。少女の方を見ると、誰かに腕を掴まれた瞬間が目に映る。そして、扉は閉まった。扉の外。日の光が木々の隙間から差し込んでいる。私はふらつきながら立ち上がった。あの子も脱出できるよね。最後に見た微笑みを頭に浮かべながら、私は一歩を踏み出した。さて、じゃあ、好感度高いと思われる状態で少女に知らせましょうか。ただ結局翌日だよな。脱出する瞬間まではほとんどイベントは変わらないと思うので、まあ、ちょっとスキッパーせずにそこまでカットをするつもりで進めていきます。木々の隙間から差し込む光を眩しそうに見て、少女は振り返った。あなたのおかげよ。あなたのおかげで、私はここから出られた。本当に、ありがとう。そうして、地下室から出られた少女は、胸いっぱいに希望を抱いて、夢への一歩を踏み出したのでした。